さレイニアさん苦手じゃん、その何かどうやって関わったらいいか分かんないって悩んでたもん。へえ、この中にはそう、しかもたったの1年前とか、ええー、最近だね、じゃあ急に関わったもん。そうなんです、ななこさんがなんかまだ話せてない先輩とかいる、優しい、ななちゃん一番先輩だし、後半中でくし、いや、そうそう、じゃあ明日行こう、明日何時ね、どこどこね、よく見る、明日、明日、明日、お店予約するの大好きなんだよね。すごい、なるこさん、こんにちは。なるこさん、私その先輩とご飯行ったことほんと何人か数回しかないんですけど、なるこさんは1対1でご飯行ったことありますね。ね、あるね。なるちゃんほとんどの後輩出てきた。そんなことないよ、そんなことない、そんなことない。え、割と多いよね。え、ふと2人で行ったことあるのと少ないよ。何人か出ます。後輩。え、そんな多くないよ。いやいや、だんだん多分。え、だってここ2人と、ちかな、富永ゆうちゃん、またサラ。2人行ったことあるわ。カホ。ある。じゃ結構いる。もう十分。はい。ない、みんないないと思った。あ、出た、みんな怖いよ。何やってんだよ。すごい怒ってます。休憩中だぞ。怒ってます。休憩中に配信してめっちゃいい映画じゃないか。出た、ゆめちゃん焼肉屋さん食べ過ぎて転んだの。先月の話。え、どういうこと？焼肉屋さんの外に階段があって、私めっちゃ食べたんですよ。もうなんかポンポンで、それで階段降りようとしたら、こけちゃって、みんなにお腹の重みでこけたんじゃないって言われて。そんなことある？そんな、めっちゃ食べた。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんよ。ごめんよ。ごめんよ。めっちゃ食べた。まあ、多分メンバーに比べたら。食べてる。まあ、あの、一番食べたのはユナコで。ユナコ焼肉の食べ放題で、いっぱい食べるじゃないですか、うん、それで、ラーメン頼んで、うん、あるじゃないですか、食べ放題にそういうラーメンで、メンバーにちょっと分けてあげたら、数分後にもう一個ラーメン来たりとかするんで。確かにユナコ食べるんだ。好きな、もう食べ放題でなんかもうアイスに囲まれてます、うん、すごいですよ。大食いファイター、ファイター、ファイター。え、新潟食べ放題のお店ってそんなある？しゃぶしゃぶとか結構ある。あ、まあまあ、まあまあいろいろあるよね。うん、やばい、ロボット首生首。かわいい。確かにタコパした時さ、夢ゆなすごい、まだ食べれるんだって思った。ええ、私もタコパした。待って、当事者しかいない。あの私タコパの伝説あって。何？また伝説？あの、なんか、ナーピオさんにタコパしようと思っていただいて、夢ナーピオでタコパする日程を組んで、お昼に。そうだね。そう。で、そしたら、その翌日ぐらいに、ニャンニャンからご飯行こうって誘われて、ああ、それ聞いた。空いてる日が、ね、ちょうどナーピオさんとタコパしようと思って、あの、でも私たち、夢ナで、どうしようみたいな。でもこれ、全然私たちはお昼にタコパして夜にニャンニャンとご飯でも全然大丈夫だけど、でもナピオさんとニャンニャンさんが絶対気持ち嫌だよねみたいな。そんなことってか何も思わない。申し訳なかった。ナピオとご飯食べくって言ってんのに無理してタコパ食べれないと思うし、来なくていいよって思ってたんだけど、全然申し訳ない。聞いてそれ聞いてください。それでそのでも黙ったんですよ、だから嫌な気持ちも。スタッフさんが映っちゃった。で、それでそしたらラーピオさんが黙ってた。黙ってたんです。全員黙ってたの。え、どこでも聞いた。違うんです。隠しとこう。翌日にドアのとこやって隠しとこう。翌日トイレ公園があって、ナピオさんとニャニャでなんか明日夢だとご飯行くんだよねみたいな話をしたい。いい感じが、すごい。それで、え、みたいな、え、うちらが行くんだけどみたいな、え、いや、うちの家みたいななっちゃって。そしたら、あやから言って、ね、明日ナピオのタコパするのを払ってきて、それがもう怖くて、やばい、もうやったなと思って、怒らせたら絶対もうこれダメだと思って、いや、ごめんなさいみたいな。タコパするのにうちらのとこ来るのって、そう。でもそんなさ、タコパ何時間も家にいられんよ。でもさ、タコパの後ご飯食べ行かないよね、絶対。え、でもなんか
このあと焼肉かなんか控えてると思えないぐらいたこ焼き食べてるから私逆に心配だった。入るのかなっていうのが、アイナちゃんの LINE も大丈夫かなの方が怒りじゃなくて大丈夫そうみたいな、そうそう、なんか食べれる、なんか心配で先輩はしごしてるみたいな全然いいじゃん先輩はしごとかによくないないいでしょ、そんなさ付き合ってるとかじゃないんだけどさ二股彼氏みたいなそれだってちょっとあれだけどさ全然いいよ。なんで公演後なのにみんな元気ないですか。もう一個公演あります。公演後みんな元気ないみたいなそんなさっきまではちょっと休みた、伝説だね、それは。もう一個公演ありますけど、作り上がらなくて泣いた。隠してますよ。泣いた。私。これ。メイクですか。あ、誰？お兄ちゃんの名前？お兄ちゃんいたの？パパ。パパか。パパ。パパ来ないよ。純一ダビッドソンかな？面白いよね。面白いよね。パパ。カバン取って。ね、でも哺乳園も瀬戸利が好きすぎて嬉しい。え、わかる、生きることこうやる前に満足感すごいあってさ、わかる、寝てないのに自分すごかった。今日やって頑張ったら嬉しい、踊りがめっちゃ良かった、頑張ってくれたなみたいな、進むこと嬉しい、嬉しい、嬉しい、すごいメンバーに好評だよね、ついてる髪の毛嬉しいよね、いや本当に素敵。あの夢の国みたいな歌好きだよ。泣きそうになったよね。なんかちょっと急にね。あ、そう。ペダルとシャリと北道と。ちょっとね、泣きそうな。嬉しい。マジでそれで。エリホン。スピンスラッピーちゃん。でもうちは染みるねって言って。染みた。いや本当にいい曲。マジで嬉しい。めっちゃ染みてた。危うくなっちゃったもん。歌い方がいい。その3人で合ってる。3人の声量に合ってる。3人声量やばいから。もうなんかさ、発声からハッハッハッって言ってるじゃん。あー、聞こえてた。あれすごいんですよ。嬉しい。本当に嬉しい。頑張っ、ね、妥協せずに頑張った甲斐があったよね。偉い、本当に。レッス頑張ったもんね。ケイジメニャーが携帯を落としました。大丈夫？それはショック。ななとか伝えたのか。部屋メイク。お疲れ様ね。私もうやっちゃった。たくさん暇そうにしてたけど。行きます。私呼ばれなかったから多分まだ時間じゃない。新平さん私でした。私じゃあちょっとやろう。一人でもね、みんな。私。今日さん左ですか右ですか。左。左左。あじゃあ右だ。あじゃあ大丈夫。私は左。あじゃあ私は出そうがいいな。どういうこと右左って。メイクさんの様子見に行く、ね、メイクさんの様子見に行く、ね、オッケーオッケー、はい、シャッターメイクポーズ、ラジオでございます。ゆめちゃん通りました。ゆめちゃん通りました。ゆめちゃん通りました。お腹すいた。居酒屋で必ず頼みたいメニューって何ですか。トマト、冷やしトマト。あーめっちゃ暇そう。みんな、ゆうさん、ゆうさん、ゆうさん、いいね。私、今行きますか。私は、餃子。え？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 何行く？まだ行かない。私、餃子食べ物ランキング結構4位ぐらい。居酒屋でないところばっかり。そう。多くない？絶対あるメニュー。あ、違う、ありがとうございます。なくて、ありがとうって言いたかったの。餃子大好き。お刺身3点盛り。5点盛りみたいな。すいません。お花見せるじゃん。え？掃除機が落ちた。私が切れてます。あれ、これだ。みんなそんな怒んないで。すごい。みはるが珍しく怒りました。もう奈良子、バン。ありがとう。大丈夫ですか。すごい、そんないい掃除機あったんだ、この劇場。ひのちゃん、早い足がすぐ来てくれた。私がビビってた。すぐ来てくれた。すぐ来てくれた。私ビビりだよね。夢やばい。夢の中でビビりすぎて。疲れてない。ね、いろいろある楽屋だねって言われて、こう楽屋じゃないの、スタッフさんのルームの最悪じゃない、私たち自分たちの楽屋でやれよって感じなんでさ。スタッフさんのパパのお菓子。そうそう、スタッフさんがむしろいなくなってる今。さっきのスタッフさん面白い。
ちゃんばっか。どっち？あの J さん？いや K さん。あーはい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 。K さんいらっしゃるじゃないですか。はいはい。さっきなぜかわからないけど入ってきたんですよ。でそこになぜか立ってて、でそれで私があの群馬県にあるあのこんにゃくパークが出したくて、こんにゃくパークってワードを出したくて、群馬県にあるなんとかなんなんとかランドってなんだっけみたいなすごい話したんですよ。したらその K さんが。ニュージーランド、読売ランドに10歳、すげえ、ありがとうございます。すごっ、コーありがとうございます。聞けば聞くほど10回ありがとうございます。11キさん、ありがとうございます。前だと9位、ヒンディーさん、ありがとうございます。私のおばあちゃんちで過ごした。仲良し、面白すぎる。元旦、ありがとうございます。元旦何してた？本当に元旦に、私元旦はめっちゃ迷惑だよね、多分おばあちゃんから。今年の元旦私何をしたかと言いますと、富士山女子駅で走ってた小林成美ちゃんとご飯行きました。実は同じ長野出身で名城大学の優勝した子なんですけど、小林成美ちゃんと元旦にご飯行ってきました。みはるさんが終わったらさ、4年簡単ってみはるさん聞いたよ。だってちょっと先輩家でゆっくりしたい。家でゆっくりしたい。そんな私のありがとうございました。簡単、またバイバーイ。テレビ見てゆっくりするのもいいよね。え、待って、レイナさんスタンドいる？え、アリシャン、ちょっとしている？いる。ありがとう、よろしく。うわうわ、片付け頼まれた。いいよ、今が片付けしてあげる。私扱ったのに。あ、なんかようやくこのスタッフルームに音なし。嘘です、ガヤガヤしてました。バイバイ、ゆめちゃん。また壊したね。一緒に西村軍団です。嘘つけ。西村軍団って何？いいな、めっちゃ。まあ、立つ立つ。私もまだいいですか、お邪魔してても。いいよ、お邪魔してて。あ、これですか。いや、西村軍団の方向性が私は分からないのよ。私は違うんで。埼玉、埼玉軍団、政治軍団。いやいや、そういうの言うとなんか意味なんかなっちゃうから。そう、そうなっちゃうよ、本当。確かに。え、何からきっかけだったのかも分かんない。なんかね、長野放送の生放送出た時にゆめちゃんがその西村先輩のことなんて呼んでますかっていうくだりがあって、そしたらゆめちゃんがふざけてボスって言った。あ、そうだ、ボスだ、そうだ。そしたらアナウンサーの方が、いや、もう西村軍団ですねって言ったの、これはって言って、生放送で。そこがアナウンサーさんやん。そう、踊ってる人、元気な。そうなの。やだやだ、やめてやめて、政治軍団やめて。全然埼玉減りすぎちゃったから。いや、わかる。いないし、いないし、あ、来てくれるかなってちょっと期待しちゃうね。そうですね、いないかな。こちら5人なんで、2人で頑張ろう。だってうどん部作ろう。ゆかちゃんいる時にうどん部作ろうってしてたら、ゆかちゃん発言してノイズが発言しちゃって。でもね、埼玉うどん有名だよね。有名ですよ、確かに。地元美味しいのある。確かにうどん美味しいよね。うどんって本当にさ、違うよね、地域によって。うん、うどんは固めが、の太めが好き。そんな違う？え？全然違うよ。コシがある、ない。ないっていうか。なんかトゥルトゥルした感じか。トゥルトゥルしてるか、ちょっと固めの。うん、あ、丸亀製麺好き。冒頭みたいな。一回食べ、二回丸亀製麺食べたことある。丸亀大好き。美味しかった。地元でよく行ってた、家族で。家族で行くような場所だね。家族でご飯行くって言ったらさ、大体寿司屋さんじゃないよね。あ、わかります。ね、そうそう、一番楽だよね、親からしても。回転寿司、
やちょっと東京だから、ね、安いしみたいな。あ、帰っ、あ、東京はちょっと香水、違う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 香水、え、焼肉とかじゃない？あ、焼肉は行きます行きます。焼肉な、私が好きじゃなかったかな。あ、そうなんですか。そうなの。へぇ、中華とか食べれなくていっぱい。へぇ、3枚ぐらいで満足しちゃう、油が。まあ確かに熱くて若いのに油がきついなんてかわいそう。タン食べたい。タンはいくらでも食べれる。あ、この前メンバーと焼肉行ったんですけど、食べ放題の、なんか食べ放題なんていいピートロ、トントロのピートロを、はい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 、油の塊のやつでしょ。そうそうそう、1人前頼んだら3枚来たんです。で、5人で行ってたから、あ、やばい足りないと思って、まあ、1人2枚ぐらい食べる計算かなと思って、じゃあプラス3人前中華追加しようと思って、うん、でそしたらサザンが9で、まあ、全部で12枚じゃないですか、まあ、ちょうどいいかなと思って、うん、頼んだらこんくらいの山盛りのピータロが来て、え、食べたのみんなで。いや、でももうその量がともうきつくて油が1枚でいいよ言ってて、だから私が責任持って食べました。食べ放題残すのはちょっとって思って、え、それ一番きつくない？体調悪くなんなかった？全然大丈夫です。え、すごっ。焼肉食べ放って、私次の日多分死んでる。ずっともう ロッジとか、ロッジっていう焼肉さなかったっけ。あ、ありますあります。私行ったことないんだよね。私1回あるな。美味しい。ロッジてんてん、そうそう、あ、てん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 ってもう一つ似たような名前のなんだっけ、なんなんみたいな、なんだっけ。え、違う違う違う、なんなん、ちょっといい、ね、いや、そう、わかるわかる、なんだっけ、てんてんじゃなくてトントンじゃなくてトントン、ガンダン、てんてん、どんどん、ロッチとてんてんともう一個あるよね。ね、並んで、どこだ、なんかてんてんと似てる、七輪亭。いや、そこも七輪亭行ったことある、わかるけど、わかんないな、わかんない。うわ、埼玉行った時も食べ放題しか行かなかったな。もう学生の時とか、焼肉キングだったわ。あー、埼玉焼肉キングだよ。食べ放題行ってもね、食べれない今。まあそうだよね、なんかね、あ、なんだっけな、いつもその、なんだ、思い出せないわ。でもなんかそのメンバーが結構食べ放題、今夢夢が食べるんで、そうなんだ、すごい、連れてくる、食べ放題連れてくんですけど、わかる、夢夢めっちゃ食べるよね。あの食べ放題って、まあ、一緒にいると辛いもん、割高じゃないですか、うん、そうね、元取れなかったらね、うん、やっぱその普通のこうディナーでいくらよりもちょっと倍しちゃったりするんで、うん、本当お金なくなってって困るんですよね。食べ放題行くと食べ放題連れてかれるから夢夢に、わかる、私ですら気にするもん、ちょっと、うん、なんか食べ放題っていくらぐらい、3000円ぐらいはするんじゃない、なんかちょっといいとこだと多分4800円ぐらい。これ食べ放題高いんだよね。食べ放題行ってみたいのはさ、絆寿司ってわかる、お寿司の食べ放題があって絶対無理。絆寿司めっちゃ行ってみたいんだ、いつか行ったことある人いますか。お寿司ってでもさ、そんなに値段いかないじゃん、自分で食べ行っても、まあ、うんうん、2000円もいかないぐらいじゃない、いかないね。食べ放題でいくらなの、1000円とかで食べちゃう、3000円とかだった気がする。え、めっちゃ食べなきゃ。でも本当にそのマグロの唐揚げとかもサイドメニューもすごい充実してるから、楽しそう。そうそう、確かに楽しそうだよ。レナさん、朝食なん、朝食になった、胃がもう大人になっちゃって、昔は食べれてたのに、それはちょっと私も思う。今一番何食べたい？とんかつ。重い。ずっと言ってる。今日本当に食欲やばい。朝しっかり食べるとさ、はい、昼めっちゃお腹空かない。ああ、なんかありますよね。え？逆なんだけど。朝食べない方が昼食べないでいける。本当？もうずっとそのままの腹で。でもそっちも健康的ではありますよね、ちゃんと朝、まあ、昼の弁当をさ、朝9時に食べたのよ今日。早かった、うん、お腹空いちゃって朝ごはん食べてなかったから、そしたらもう公園前お腹空きすぎて、公園前に
なんか差し入れのあまりのアイス漁ってひっそり食べて、嘘嘘、誰にも言わずひっそり食べて3個ぐらいしかなかったから確かに、まみむめもで終わっちゃうまみむめもで終わっちゃうわ、で、その後ももうお腹空きすぎてガムなんか3回ぐらい噛んだ。そんなお腹空いたんだ。コンビニ行きたかったのと。でも大丈夫、この後とんかつが、とんかつ来るって。とんかつ来る、とんかつ食べたいって言ったもん、うん、あ、そう、うん、やばい、いつもだったら公園前とんかつなんて絶対嫌だもん。入っちゃうよ、入っちゃう。でも今日はもういくらでも入るし、ね、ありましたね、そういう時ね。そういう時ある、本当に不思議。ひのちゃんって全部肯定してくれるからさ。確かに、第二の西がたまりだ。話しててすごい気持ちになる。あ、ありがとうございます。嬉しい。聞き上手。確かに確かに。ひのちゃんになりたい。いや、奈々子も聞き上手だよ。え、本当？いやでもひのちゃん、ひのちゃんと私心の中で挨拶して無視してる。最低最低最低。ひのちゃんとまりながマジ全肯定スタイル。あ、本当？ありがとうございます。この皆さん、私がそのマリナってめっちゃポジティブだよね。ポジティブ、ネガティブに見えて、ま、マグロのポジティブな言葉しか考えない。で、鉄火巻き食べたんだよ。はい。そしたらミハがそれ何巻きって聞いてきたの。私は、はい、てっきりその時髪の毛外巻きめっちゃおもろい。それを聞かれたかと思って、内巻き外巻きって言ったの。そしたらミハがんってなって、え、それ何巻きって言われて、いや、え、でも、あ、もう分かんない、適当なんだよねみたいな。めっちゃ恥ずい、ミハが恥ずい。適当に巻いたんだよねって言ったら、えってなって、あ、こっちのこと言ったんだってなったの。そしたらマリナが、いや、どっちも悪くない、どっちも悪くないよって言ってた。そんなに、マリナが必死に、別に私もミハもそんな何も思ってないのに、ミハとマリナが思ってない、そんなにどっちも悪くないからって言って大げさ、大げさなんだよね、マリナ。でもめっちゃ優しい。マリナって本当に面白い、本当に面白いよね。全部がオーバーで笑っちゃう。どっちも、わけ、どっちも分かるから見たことある。本当に面白かったです。本当に、なんか、なんか平和主義、うん、なんかちょっとネガティブなこと言うと全部ポジティブで返してくる。でもさ、そういうこともあるしね、うん、あ、確かにそう、私だってって、その人の話を聞いた後に、私なんてみたいな、私のダメなところを話して、自分を落として人を持ち上げてくれるっていう。確かに、あ、それあるね。確かに自分のことすごい落とすよね。それやろう。それだわ、話上手。確かに。でもマリナとひのちゃん組み合わせたらもう最強じゃん。確かに、本当に話上手できすぎてる。聞き上手。嬉しい。いや、まあ、でも、あの、マリナもね、あの、まあ、めちゃくちゃネガティブマンがしまして、なし、だってなんか特技みたいなのやってさ、あいうえおでさ、あいうえお、なんていうの、50音で言われた言葉全部ネガティブに返しますみたいな、楽屋でやってた、それ。なんか MC とかじゃなく、でもネガティブなんで、ちょっとその普通にこう会話する時もやばみたいな、そういう役になりがちだから、直さなそうなのかもしれない。私さ、そのネガティブな言葉に対してのさ、返しが本当に苦手でさ、どう声かけてあげればいいか、難しいですよね。きっと本当にそれできるようになりたい。なんかそんなことないよって軽いですわ、ね、かる。そんなことないよって言えない、言いたくないの、あんまり。え、でもね、めっちゃネガティブなこと誰かな、 NGT で。マッシーとヤヒ、ミハもネガティブじゃない。ミハネガティブ、絶対それ人気にしてないよってことも、私本当にこうだからさみたいな、みんなそんな大丈夫、そんなミハのことよくよくこうやって見てるわけじゃないよみたいな全部ね、マイナスに考えちゃう。そう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 、そういう時なんて言ったら、カイリとかもそうだな。カイリネガティブ、大丈夫だよとかさ、そんなことないよってもありきたりすぎて、ちょっとなんか確かに難しいですよね。そうだよね。でもミハに関しては同情をするのが割と効果的かもしれない。ミハは本当にそんなことないことが多いから、いや、マジで本当、人そんなにミハのことそんな気にしてるわけじゃないよっていう内容だから、いや、マジでそんなことないよ、本当に大丈夫だよっていうのが、そう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 。あ、そっちなんだ。そう、ミハはそっちタイプの方がいいかもしれない。そっちがいい人と、でもそうだよねって、そこをめっちゃ分かってほしい人と、確かに、そんなことないですって。難しい。女子の思考。確かに。難しい。ちゃんと。カイリはどっちなんだろう。カ
タイはもううるさいネガティブなんだよな。とにかく止まらないみたいなね。確かに早口でネガティブだよね。一回落ち着きなじゃない。分かったんだけど、ね、まあ、でも一回言ってること分かるけど、でもそんなことないで大丈夫だよみたいな。あ、それでいいんだ、一番楽だじゃん。カイリ話を聞いてほしいタイプかもね。あ、確かに。そうですね、うん、言ってすっきりみたいな、うんうん、あ、そうだわ。確かにそうかもしれない。女子の仕込みね、ほんそう、ね、勉強になりますって感じ。人によって変える、うん、すごいな。確かに難しいね。難しい。マリナとかどうしてるの？自分だったらなって言ってもらえたら嬉しいって考えたら、うん、私共感してほしいかも。そんなことないじゃなくて、いや私もそっち。まあ私なんかまず同じマインドで共感してほしい。わかるわかる、ね、こういうことがあったの、え、そうなの、かわいそうって言って、でもその後にアドバイスしてくれる人が、そういうことね。一回同情されたら、その後にアドバイス欲しいかも。あ、最初から大事、うん、じゃなくて、そうそう、え、そんなことあったのっていう、あ、同じ、そう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 、あ、できない。やるね、今度。やったやった。確かに確かに、ちょうど取れ、大事ですね。え、ひのちゃんもマジポジティブだよね。私はネガティブとポジティブどっちも思いつくんですよ。結構なんかこういう問題事があった時にこうなんだろう、ポジティブに捉えればこうだけど、ネガティブに捉えればこうだけど、ちゃんと考えられる。で、上でやっぱネガティブになって別にいいことないので、なんかこうできた人間、偉すぎる。トイレをしてるんです。何なの、ひのちゃん。すごいね、人間の見本みたいな。本当にすごい。人の心の見本、そんな考えられない。すごくない。そうなんですよ。だからそのネガティブ人間がいるのか、悩んでる子も、まあ、気持ちは分かるというか、まあ、そうなっちゃうよねみたいな。どっちも考えるんだ。私一つしか考えられない。ネガティブな時はネガティブだし、ポジティブはポジティブだし、同時に考えられない。私はすっごい嫌な方向に考えて、これ以上嫌なことないってぐらい嫌な方向で考えたら、大体それよりいいことが起きるから、確かに。それで、あ、案外大丈夫だったって思うようにしてる。あ、終わったのに。そう、めっちゃ私下のこと考えるかも。うん、それでいざ嫌なことあった時に、あれ、私想像してたよりは悪くなかったかなっていうモチベーションに変えていくタイプ。結構へこむかも。人間むず、難しい。犬になりたい。いや、でも犬にも悩みあるのかな。犬同士であるんだって。え、キノコって会話してるって知ってた？やだ、怖い、知りたくない。キノコって会話してるんだって。え、落語始まった。見たことある？え、ないよ。会話してるなって。動いてんな。え、ラインニュースになってたの。キノコって言って、キノコ同士でここは僕たちの領域なんで、みたいな。かわいい。そう、話してるんだって。キノコ栽培とかさ、作った人はさ、あのゲーム、そのキノコが喋ってるのがさ、分かる人が作ったのかな。一時期話題になってた。言ってんの、会話じゃねえよ。ごめんね。こんな話をしててごめんね。ひのちゃんを困らせちゃうなんて、私相当やばいわ。確かに。ひのちゃんいつも、え、言ってること分かった。え、なキノコ、ゲームの、ゲームのなめこ栽培を、あ、なめこ栽培を作ったあの人は、会話してるんだろうな。会話してるのを、うん、見たことあるから、あ、あ、そういう感じで豊かな方かもしれないですけど、ね、そうそう、あ、豊かな方やっぱちゃんと。なめこ栽培聞こえなくて、あ、ごめんごめん。私のね、すごい、ひのちゃんやっぱさすが何でも肯定してくれるわ。しいたけ占いも多分そうだね。いや違う、しいたけ占いってマジで当たるよね。マジで当たる、本当にすごいと思う。わかりますわかります、私も見てます。でも1年のやつそんな当たんなかった今年。え、上半期のやつすごい当たってた、びっくりしちゃった。4月に天気が起きるみたいな。起きた、何起きる。21になりましただけです。椎茸占いすごい当たってる。私いいですよね、なんか占いとかはもういいものとかをこうなんとなくこういいものだなっていう風に捉えるぐらいでいいのかな、うんうん、え、そうそう、本当にそう。え、奈々子でも結構ハマってない？ハマってるけど私課金はしない。ああ、それぐらいがいいね一番。うん、いいことだけ、お守りって感じ。確かに彩りぐらいですね、そうそう、人生。ていうかハマっちゃったら自分が絶対貢ぐの分かっちゃうから、占い行かない、あんまり行かないようにしてる。分かる、行ったらね
全部その人の通りにしちゃいそう。あこうした方がいいよって言ったら、あ、そうなんですね。絶対する。だって私さ、小学校の時目覚まし占いでラッキーカラーこうやって指に塗ってた毎日。かわいい、かわいすぎ。今日は赤、ここにピッてやった。7個ってピュアなんだね。7個ってほんとピュアだよね。わかる、ピュアすぎる。初期の頃からずっと思ってた。何人もさ、ほんとにわかる。ほんとになんでこんな人を疑わないんだろうって思う。良くも悪くもだわ、本当に。分かるよ、ね、分かる。うん、良くも悪くも。ミハとかもそうじゃん。何も気にしないよね。分かんない。気にすることもあるかもしれないけど、なんか気にしないかも。良くも悪くも。いや、悪くもじゃない。良くもいい。だってさ、なんかさ、こんなに長くメンバーがいたらさ、メンバー誰かしら実はあの時喧嘩してましたとか、そういう話あるじゃん。あ、そう、そういうのに気づかないよね。全く分かんない。え？見て、え、あの時喧嘩したんですか？喧嘩したの知らない、知らない。それやばいよ、みんなしてたよ多分。だって、え、喋ってなかったもん、半年以上。えぇ、すごい、ほんとに。楽屋で MC で普通だったからあれだけど、全然わからないんだよね。みんな仲良しって私は思ったはずだから。あ、そう、気づかないんですよね。え、ひなちゃんはでもどっちかだって多分な。そうだよね、あの知らないうちになんか、なんか起きてるみたいな。そうそう、そので、いつの間にかそこ仲直りしてて、あ、終わったんだって。そ、その、なんだろう、こう他のメンバーからしたらもう噂はもう、なんもう充満してて、でも私、なんかちょうどその時タイミング一回も合わなくて、その噂すら知らないんだけどみたいな。あー、なるほどね。本当にそういう人の方がなんか良さそうだね、気づかない方が。そうです、結構でも考えることもちゃんと周りのこと見てるつもりではいるんですけど、なんかそういう悪いこと多分見ないようにしてるんだと思う。私もそれかも、めっちゃ似てるわ。そんな感じする、2人とも。悪いこと見ないようにして、か人のこと嫌いになりたくないから、あんまり悪いところ見ないようにしちゃうことは結構あるかもしれない。うん、それはすごい似てるかも、2人。じゃあ私も全肯定スタイルでいくね、これから。最強奈々子さん。でも奈々子さんと似てるなって思うところいっぱいあるから。本当、生きること。これ歌えるようになろう。そこなの、住むこと。奈々子さんはその、こう、なんだろう、自分の好きを貫いてお仕事につなげてるんじゃないですか。うん、いやいや、でもそこがすごい尊敬するところで。いや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 、なんかその、こう一人で何でも自分からたくましくできちゃうっていうところが。いや、私ね、それ失敗したなって思ってる。そう、っていう話をこの前聞いて。なんで？何が失敗なの？いいよ、全部成功だよ。あ、もちろんそれ本当に駅伝が好きなアイドルになれたとか、うん、もうそれは本当に嬉しいことなんだけど、うん、なんかさ、これね、私小島春菜さんの YouTube 見てはって思ったことなんだけど、小島春菜さんって何にもスタッフさんに相談とかしてこなかったんだって、うん、で割と自分でできちゃうから人に言うんじゃなくて自分でやったんだって、うん、そしたら秋元先生にある日、なんかそれって周りの子いろいろもうあれしたいこれしたいって言ってくる中、まあ、小島春菜さんは言ってこないから後回しされる人間になっちゃうよって言われたんだって、うん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 、だから面倒くさい人間になった方がいいよって小島春菜さん言われたんだって、ああ深いって思っちゃって。確かに私もメンバーたくさんいたら確かに後回しされちゃうなって思うもん、うんうん、だから私も後回し言ったわ。私ここそうかも、確かに。もう私が私の面倒見てくださいっていうタイプじゃないじゃん。じゃない、もうできるだけ迷惑かけたくないって思っちゃう。そうそう、なんならもう悩みとか知らないでほしい。うわー、私もそっちのタイプ。弱いとこ見せたくない、うん、そうそう、うわー、生きるの下手だわ。いや、そうなんですよね。多少なんかやっぱこうアイドルみたいなだと、ファンの方から見ても分かりやすいしね、僕ら見ても、うん、守られるような、うん、やっぱこう愛されるみたいなとかありますよね。頼った方が一番いいんだ。そうそう、そうなんだけど、そうなの、悩み。いや、分かってるんだよね。自分では分かってるけど、なんか、なんか申し訳ない。そう、そのしなこさんから聞いて本当にうわー一緒って思って。いや、損しちゃうのよ、絶対に。自分でやろうって思っちゃうよね。思っちゃう、できちゃうから。だから私今の事務所の人にめっちゃわがまま言ってる。そろそろ、はい、ヘアメイク、ありがとうございます。あ、はい、そう、じゃあ私、深い話できたわ。深い話ができました。ご飯行きましょう。え、行こう、行こう、3人で行こう。深い話をするかい。帰れるかな、深い話を。僕らの時代って言われた。ありがとうございます。僕らの時代。男女じゃ
読みます。私も読みます。13位アルマサトリアさん、13位ゆうきさんありがとうございます。ゆうきさんありがとうございます。12位あきひろさんありがとうございます。11位ゆうたさんありがとうございます。10位アップルシードさんありがとうございます。9位セテンカーさんありがとうございます。8位ダイさんありがとうございます。7位とくもりさんありがとうございます。6位東吾さんありがとうございます。5位サイクロンジョーカーさんありがとうございます。6位東吾さん、5位サイクロンジョーカーさんありがとうございます。4位ケイスケさんありがとうございます。3位いちくんさんありがとうございます。2位さとよしさんありがとうございます。1位ケイアット新潟さんありがとうございます。ということで皆さん配信ありがとうございました。バイバイ。またね、見てくれてありがとう。バイバーイ。